ハロー YouTube。 昨日のアンチは今日の友、チャイブストックランド、ポーティングワーク、ニラの株分けと移植作業。2024年5月28日火曜日、なんじゃこりゃー。3月にニラを植え替えたのに雑草と区別がつかないぞ。皆様いつも大変お世話になっております。湘南ベンガル農園ファームの農園主ベンガル猫の春野くんです。また高い場所からよろしくお願いいたします。今回はニラの植え替え作業です。農園のニラは2年ものです。一度3月に植え替えしましたが、葉っぱが太くなり状態は良好でしたが、このように良好です。しかしながら地下茎の南蛮からむしすぎな血がや、ヤブカラシ、ヨモギなど地下茎以外にもすぐに増えるカタバミ、イネ科の雑草など増えてきて、ニラとの区別するのが大変なので、ニラの植え替えや株分けをすることになり、参考動画をアップすることにしました。雑草は病害虫のもとになるので、畑の片隅に専用の畝を作りました。雑草イコール土が酸性になり、このように雑草が生えてしまいました。ちなみに南蛮カラムシは繊維の原料や食用にもなるそうです。詳しくは他の YouTube に食べている人がいました。興味のある方は検索してください。立派なニラでこれからストレスなく食べたい時に収穫してニラ玉を食べられる矢先の植え替えになってしまいました。それではニラ畑を作りに行きます。ベンガルジャンプ。皆さんこんにちは。僕は農園幹部のレオちゃんです。ウェルカム。レオちゃんは農園主と一緒に力仕事だからよろしくね。大きなケンスコップで粗く掘り起こしました。土が酸性だと思うから中和するため、アルカリ分の苦土石灰を撒いて元肥の汚泥堆肥を一緒に撒いて耕そう。苦土石灰を撒くと熱やガスを発生するから、とりあえず2週間待つよ。雑草に多少ダメージがあると思うから
とりあえずビニールマルチを。一緒に張ろう。玉ねぎ用の951号のビニールマルチを張ります。レオちゃんとニラを植える手前まで終わったよ。植えるのはつむぎちゃんだよ。2週間待ちます。レオちゃんとの作業でニラの畝作りから2週間経ちました。今度はつむぎちゃんの作業だよ。僕はニラを掘り起こすから、つむぎちゃんがニラの植え付け係だよ。皆さんこんにちは、農園幹部のつむぎちゃんです。ウェルカムです。僕はニラを掘り起こすから、そのニラをカットして植え直すんだ。ベンガルジャンプ。現在のニラ畑へ来ました。ご覧の通り雑草がすごい、花まで咲いています。春のまだ雑草が短いうちにニラを移植します。ニラは丈夫なのでケンスコップで粗く掘り起こしても大丈夫です。ニラは多少傷んでも丈夫な野菜ですから、こんな感じにやります。掘り起こしたニラは トレーに入れておきます。葉の部分は食べるのでハサミでカットします。パツンと葉をカットします。ニラ玉が食えます。もう一丁パツンと葉をカット。一株に6本ぐらいありますが、強引に分けても大丈夫です。ついでに根っこも長いのでハサミで切っても大丈夫です。根も葉も切られたと思い、どんどん更新されて成長していきます。3年以上経過してニラの成長が止まってしまった時は、このように植え替えと株分けで更新されます。植え替え株分け時期を3月ぐらいの休眠期間が良いと思います。ニラの畑は他の作物の邪魔にならない畑の端っこはいいでしょう。他にニラは病害虫のコンパニオンブラッツにもなり、他の野菜と混食させるのもいいでしょう。マリーゴールドやハーブのような役目もできます。タンザーの黒猫さんです。
僕ちゃん闇バイトをレオちゃんに頼まれてダンプで来ました。どうやらレオちゃんが闇バイトを頼んだらしいです。トマトの雨よけとキュウリとゴーヤのネットが飛ばされないように土のうの重りを依頼したよ。トマトの雨よけハウスです。昨年6月の台風で飛ばされ杭で対策しましたが、土のうの重りでさらに補強。どこかで見たことある土のうだね有名メーカー品だ。キュウリのネットです。こちらは農園の土のうです。ネットだから風は抜けるからね。下に重りがあれば大丈夫。ゴーヤネットです。キュウリと同じだね。明日と明後日が天候が荒れるらしいからね。丹沢の黒猫さん、僕ちゃんまた来るね。ゆきおさんに呼ばれた。鉱山に行くから。丹沢の黒猫さんはハイヒールを履いてご機嫌でした。はは。女装でした。ダンプでゆきおさんの鉱山へ向かいましたよ。ニラと植え替えと株分け作業も終わりました。あとは根がカクカクするようにじょうろでたっぷり水やりして終わりです。農園事務所へ戻り、農園主もお湯を飲みますうまかったな。さて事務所へ戻ろう。農園主、今までの作業と追加の丹沢の黒猫さんの作業も無事に終わりました。ウェルカムです。農園主、ニラの植え替え作業と株分け作業が終わりました。ウェルカムです。レオちゃん、つむぎちゃん、ご苦労様でした。日にちを変えて二人の作業は僕も立ち会いしたから、作業はスムーズに完了して助かったよ。レオちゃんが臨時で呼んだ丹沢の 黒猫さん、やはり闇バイト師だね。作業が早くてあっという間に助走してハイヒールを履いてダンプに乗ってゆきほさんに喜んで会いに行ったよゆきほさんも今頃困っているのか、もしかして嬉しいのかもよ今回はニラの株分けと移植と植え替えでした。皆さんウェルカム。いつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いしましょう。それではバイバイでー。 If you likeSubscribe and like button.
Thank you for your support. See you again. Thank you.